こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回はアクセントをつけて叩くための4つのストロークについてお話ししていきたいと思います。ドラムの表現方法として、3種類表現方法があります。まず1つ目は音を変えるということです。スネアだけや、タムだけではなくて、スネアとタム、シンバルなどを入れた叩き方をすると、違った表現になります。それが1つ目の表現方法です。2つ目は、音数を変えるっていう表現です。四分音符だけではなくて、四分音符と八分音符、16分音符などを混ぜて叩く、それが2つ目の表現方法になります。3つ目の表現方法が、今日、ちょっとお話しするアクセントをつける、強弱をつけて叩く表現方法になります。ただ16分音符で同じ音量で叩くよりも、部分的にアクセント強く叩くことによって、それが、一つの表現になります。このアクセントをつけるための、ストローク、叩き方っていうのが、4つあるので、今回はそれを1つずつ、紹介していきたいと思います。では、まず、アクセントをつけて叩くときに、間違えやすい、勘違いしやすいポイントをお話ししたいと思います。まず1つ、勘違いしやすい、ポイントとしては、アクセントをつけるというと、強く叩くという、意識があるかと思いますが、強く叩くのではなくて、アクセントをつけてない音を、小さく叩くっていうのも、アクセントの一つになります。普段フィルインを叩いたりするときは、例えば1から10までの音量の中で、自分が叩ける範囲の音量の中でどのぐらいの音量で叩いてるでしょうか。例えば5の力で叩いたとします。5の力で叩いて、例えば普通の音量を5だとすると、そこにアクセントをつけて一番大きい10のアクセントをつけたとしても、5と10の幅になるので、聴感上そんなにアクセントがついたような感じに聞こえてきません。ですので、5からアクセントついた音を10にするのではなくて、普段叩いている5の音量を2や3ぐらいに小さく落として、それでアクセントを叩く音を、7、8、9ぐらいの幅を持たせると、普段叩いている音量よりも、アクセントがついてない音量が小さくなるので、その部分だけ大きくなったような、感覚になるかと思います。では5の音量をベースとして8ぐらいのアクセントをつけて叩いてみたいと思います。16分音符の、頭の音、拍の頭の音にアクセントをつけて叩いてみます。はい、これではアクセントをつけたように、全く聞こえてきません。もともとの音量が5なので、5から8ほとんど変わってないように感じます。ですので、まずは普通に叩いている5の音量をもっと小さく叩く必要があります。そこでしっかりとしたストロークを4種類、ここはご紹介しますので、そこをしっかりとマスターしていただければと思います。次にもう一つ勘違いしやすいポイントとしては、アクセントをつけるイコール力で叩くっていうふうに、勘違い、している方が結構いらっしゃるかと思います。力で叩くとなると、全くスピードがついてきません。ですので、しっかりと手首を返して高さを持つ、高いところから叩く、低いところから叩く、それによって強弱をつけれるように、意識してみてください。ですので、力で叩くのではなくて、高さで強弱をつけていくような意識を持ってください。
では実際にストロークをやってみたいと思います。まず一つ目はタップストロークというストロークです。これは低い位置から低い位置に戻る叩き方になります。低い位置というとだいたい2センチから3センチぐらいの高さになります。叩いた時に低い位置で止まってられれば2センチ3センチぐらいの位置に止まってくるかと思うので、そこから叩いてその位置に戻る、これをタップストロークと言います。タップストロークはアクセントをつけないストロークになりますので、音を小さく叩くとき、あとアクセントをつけない叩き方を叩くときにタップストロークを使います。ではやってみましょう。はい、このストロークはアクセントをつけないストロークになるので、自分の、1から10までの、音量の中でもやはり、1や2ぐらい、できるだけ小さく叩くっていうのが、必要になってきます。実際に8ビートと合わせてタップストロークと、タップストロークを、フィルインで叩いてみましょう。これがタップストロークになります。実際はすごく小さく聞こえてくるかと思いますが、ここにアクセントを乗せていくと強弱の幅がついてしっかりとアクセントが聞こえてくるようになります。次にアップストロークというストロークです。アップストロークは先ほど低い位置から叩いたタップストロークと同じ位置からスタートします。スタートして叩いた後は高い位置に戻ります。はい、これも、叩く前は低い位置にあるので、低い位置から叩いて高い位置に戻るので、音量は小さい音量しか出ません。ですのでタップストロークと同様、アクセントをつけないときに使います。では次にダウンストロークというストロークです。ダウンストロークは今度は高い位置から叩いていきます。高い位置から叩いて低い位置に叩いた後に低い位置に戻ります。ですので音量は大きな音量が出ます。大きな音量が出るのでアップストロークの後にダウンストロークで叩くことが、多いかと思います。では、最後にフルストロークというストロークをご紹介したいと思います。フルストロークは、ダウンストロークと同じで高い位置から振り下ろします。なので大きい音が出ます。大きい音が出た後にまたさらに大きい音の出る高い位置に戻ります。高い位置から叩いて高い位置に戻るというのがフルストロークになります。はい、この4つのストローク、タップストローク、アップストローク、ダウンストローク、フルストローク、この4つのストロークを使ってアクセントをつけていきます。また次回は、ちょっと今の4種類のストロークを使った、トレーニング方法、分かりやすいように右手のアクセントから、順に、説明していきたいと思います。では、今回は4つのストロークについて、ご説明していきました。
その 4つのストロークをまずは頭で理解して、しっかりと体で力ではなくて高さでアクセントつけれるように、ちょっと練習してみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。